ナータン・ビルンバウムナータン・ビルンバウムは、オーストリアのユダヤ系思想家。はじめシオニズム指導者であり、ユダヤ人を民族として定義した人物である。シオニストや、シオニズムなどの用語を考案した。後に、シオニズムではなく、ディアスポラ民族主義に傾いていった。1881年1882年の、ロシアにおけるポグロムは、ウィーンのユダヤ人社会や世界に衝撃を与え、 ブロディなどに難民を殺到させたが、ナータン・ビルンバウムはそれらの中から活動を起こしていった。1882年、ペレツ・スモレンス・キンラと共に、オーストリア発のユダヤ人、民族主義的な大学知識人の団体、カディマを創設した。この組織名は、コディマと、キット・ユマ合成したものである。この段階での基本的考量は、後のシオニズム指導者、 テオドール・ヘルツルと一致していた。またこの団体で東方とモラビア、ウィーンのユダヤ人が顔を合わせた。またカディマの団体化を作詞した。これはオーストリア・ハンガリー帝国のユダヤ教徒社会を象徴する光景とも捉えられる。シュテットルのユダヤ教徒の生活に出会い感銘を受けた。彼は、それまでポラックとかリトワック、ロシアのユダヤ人、東欧のユダヤ人、 ガリチア人などと呼ばれていた、ヒドイツ語圏に居住し、イリッシュ語を話す数多くのアシケナジムに、初めて、東方ユダヤ人をスティージェダンという名称を与えた。彼は、ユダヤ人を民族として捉え、東方ユダヤ人がヒドイツ語圏においてのイリッシュ語の保持、経験な信仰、思想と生活、伝統的価値観を保持していると考え、民族的再生運動の中心となるべき人々で、 あると考えた。イスラエルの地においてユダヤ教文化のルネサンスを起こそうとすると言われる文化シオニズムと政治シオニズムを結合させようとした。1885年から新聞自己解放セルブスティーマンソーピションを発行。1890年にシオニストという用語を打ち立てる。その後はあまり用いられなかったが、 1896年のテオドール・ヘルツルの著作、ユダヤ人国家において、再び使用された。また、西方ユダヤ人をイディッシュ文化に近づけようと努力したとも言われる。ヘルツルやカディマから別れ、1898年からは、ディアスポラ民族主義とイディッシズムを解くようになっていたと言われ、イディッシュ語への翻訳活動も行った。マックス・ブロートラーも協力した。 1904年朗読会、イディッシュ後の夕べを開催。1908年8月30日から9月4日まで、チェルノビッツでイディッシュ語世界会議を開催し、作家、歴史家、社会学者、ジャーナリスト、シオニズム活動家、労働者、商人までありと、あらゆるユダヤ教徒の言語に関心を持つ人々が集まり、東方ユダヤ人としての一体性を自覚したと言われる。 会議では、ユダヤ人の言語は、ヘブライ語か、イディッシュ語かに焦点が集中したと言われる。この会議では、イディッシュ語を民族語の一つとして定義することによって、妥協的決着が図られた。ただ、ここから西方ユダヤ人と東方ユダヤ人の分裂は大きくなる。また、イディッシュ語の名称に関して、ユディッシュという用語を提唱したが、ユーディッシュとは民族学用語であり、また、 民族語であるかのような誤解を受けるという理由から普及しなかった。なお、ドイツ語のイディッシュ・ジディッシュという言葉は、英語イディッシュから逆輸入されたもので、1886年が初文献である。ユダヤ人、解放とは、独自性の放棄、支配民族への完全な融合、同化でなければならないという思い込みが消えたとも言われる。一方で、 キリスト教徒との関係が悪化したという意見もある。第一次世界大戦後は正統派ユダヤ教に傾斜するが、ナチスが政権を獲得すると、オランダに亡命した。スヘフェ人間で、死去、遺族も、ナチスのホロコーストの犠牲となった。This article draws heavenly on the corresponding article in the German Wikipedia.that, in turn, gives the following references. ありがとうございます。